どうも、今日はなんとお昼い巻き道場に遊びに、いや練習しに来ました。今日は、お昼い巻さんが、キックのご指導をしてもらえるということで、勉強させてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。僕も、世代だったんですけど、K1 マックスとかで、試合にさせてもらって、はい、キックがすごい強いっていう印象があったので。あ、そうですか。はい、今日はキックの勉強させてもらえたらなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。僕は K1 の2004年、2005年、2009の、ジャパントーナメント優勝しまして、マサトとずっとねライバル関係で戦ってきました。でキックボクシングの方ではその、ムエタイもやったりいろいろしてきながら、K1 の舞台で戦ってきた。これすごいですよね。これそれが、K1 マックス。そうですね、K1 マックスとその前の ISK のキックの、はい、これマサトが、ウェルター級で僕がスーパーウェルター。ああ、はい、へえ。そこから K1 がスタートして、そんだけベルトを飾れるっていうのはすごいですね。すごい。僕の予定ではね、あとね、3つ来るよ。タイトルマッチ1つ負けてるんで、こんだけで本当にすごいもん。いや、本当にすごいですね。そんな方と今日、そう今日は、はい、よろしくお願いします。じゃあ今からミッド打ちをちょっとやるんですけど、最初に軽くシャドーボクシングやってもらって、で、ウォーミングアップしてもらって、ミッドやりたいと思います。皆さん、こっちですね。今体重何ですか？今78kg。じゃあ結構筋肉だらけですね。体重はちょっとブレーキングダウン出る時ちょっと落としたんで、普段は82、3あったんですけど、はいはいはい、ちょっと落ちました。落ちて、はい、普段でも筋トレ と、練習とだと、はい、どっちの割合が多いですか？ずっと筋トレは続けてたんですけど、はい、ブレーキングダウン前の2ヶ月前ぐらいからもうジムワークメインにして、うん、筋トレはもう週3ぐらいしかやりました。それでも週3って時間で言えば何分ぐらい？筋トレが30分前後で、ジムワークも今ミット持ってくれる人とかがいないので、シャドウとサンドバッグしかやってないので、ジムワークも30分、40分ぐらいですよね。これはあれですけど、今日30分、1時間ミットやりたいってことですね。がっつり頑張ります。じゃあ前蹴りいきましょうか。最初左足からで、もう自由に蹴ってください。OK、いいよ。OK、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 ナイスナイス。いいですね。OK、こうしたらどうします？ OK、OK、外していいですよ。OK、OK。もしくはもう一回蹴ってもいいですね。パワー結構難しいですよね。難しい。とても止まっちゃって、でこれと止まっちゃうともう外れないんで、された瞬間すぐですよね。すぐ。これどっちがいいんですか？ひねるのか押すのか。ね、ひねって外れなかったらもう一回押せばいいですよ。こんな感じですよね。そんな感じです。オッケー、今のうまいですね。あとそしたらキャッチされました。されましたら蹴りますか？蹴っていいですよ。されました、もう一回蹴る。そう。で、前に出る。もう出していいですよ。うん。まあ、蹴っていいですよ、もう蹴って、すぐに蹴っていいですよ。はい、すぐ蹴る。オッケー。あ、もう一発でいいです。蹴って。よいしょ。もう一回蹴って。うまいね。運動神経、ズバ抜けてるわ。いいですね。オッケー。じゃ右の前蹴りも。オッケー。綺麗ですね、戻りも。なんか聞きたいのあります？前蹴りを多く使う選手や、顔面に前蹴り来る選手、そこから攻撃につなげる。はい。避け方、捌き方っていうのを。前蹴り出す選手で一番僕がやった選手で、アンディ・サワーっていたんですけど、はい、アンディ・サワーは前蹴り蹴らせてくれなかったんですよね。蹴らせてくれないっていうのは、前蹴りの防御がうまくて。あ、防御が。で前蹴り蹴ってきた時に全部彼は肘を的確になってるんですよ。で僕が前蹴りってここで蹴るじゃないですか。ここで蹴って肘で痩せられて、でも関係なく蹴って肘でやって、次の日この付
けなくてこの裏単行部できちゃって、こうやって帰ったんですよ、っていうぐらい前蹴り全部潰されるんで、肘で、そう蹴ってきた時に肘をぶつける、うん、でこれ極力ちょっと空いてると、はい、三日月とかで入っちゃうんで、極力つけた方がいいです。あ、つけた方がいいです。つけた方がいいです。そうそうそう。ガードする時もこうじゃなくて、そうつけた方がいいです。うん、前蹴りの場合は。あ、そうなの。そう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 。こっちも、うん、つけた方がいいです。うん。一回距離外しながら。でもいいし、あ、ね、距離外すよりは詰めた方が本当はいいです。あ、詰めた方がいい。うん、詰めた方がいいです。こう前蹴りの人って結局離したいじゃないですか、はい、あっち行けって、それをあっち行けさせないようにブロックして半歩前に、そう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 、もうそんなのよ、こんなの、そうそうそう、だから勝手に自分が下がってるんですよ。あ、本来前蹴りって相手が下げるんですけど、はい、これ自分が下がってくれるんで、うん、今まあいいんです、あの全然やれればいいんですけど、フック防御するときって、はい、そうですよね、ちょっと体こうなりますよね、はい、こんなイメージで進行、そう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 、うん、さあこれ怖いですね、蹴ってる方が嫌ですね、うわこれ嫌ですよね、うん、うん、そうそう、ちょっとこれを入れる、で右の場合はあのそのままつけてないですね、 あ、 あ、そうそうそう、つけてない、俺も反復練習しないと、うん、反対出るのが難しい、うん、だ前蹴り、前足も後ろ足も上手なんで、あと防御覚えていけば無敵じゃないですか。うん、強い強い。これあと1個なんですけど、うん、膝とか前蹴りに今度は合わせるカウンターとか、はいはいはい、そういうのはやっぱ肘落とすのがいいんじゃないかな。もう固めたまま、うん、プレッシャーです。あ、それがいいんじゃないですか。うん、例えばこうこっち膝出してください。こうやってこれで防御する、距離が取れれば、あ、うん。あとはもう蹴ってきました。これで、あ、うん、あ、でこれそうで、これあの、まあ、縦でもいいんですけど、横にするとここのすねのここ硬いじゃないですか。これが重きぶつかるんですよ。あ、今この軽くやっただけで結構痛いですか。痛いですね。こんなのもありますし、前足でこう来た時にあこっちでこれでも、あ、うん、傾けるのでも傾けるこれもここにあそのまま出てきました。あ、これ相手が蹴って威力の強ければ強く相手に対して、うん、これは全部左足で前足あ前足全部足で、うん、思いました。うん、ああそうですね、そうですね、ちょっと滑るんですよ、これ痛いですね、こっちが、うん、こっちもこれちょっと下の方にやっちゃうと膝がすねに当たってこっちが痛い、でもね、蹴ってる方が痛いんですよ。ああそうですか、うん、これ使えるこれでもね、結構反復練習したな。ああ、はい、うん、そうですよね、実際に膝で、うん、ちょっと前重心、逆に後ろ重心でこんなイメージ、あ、うん、飛ぶ前蹴りみたいなイメージで、はい、うん、うん、うん、でちょっとこうポンとぶつける、うん、うん、うん、そう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 、うん、あとはもう本当に普通に肘きた、膝きたら、あ、ごめんなさい、膝か、膝が来たらこれですよね、肘を落とすとか、うん、そう、うん、で一個グッと構えます。で構えた時にここでグッとしちゃいますよね。もう強いですね、これ絶対いかないですよね。でもこっちにすると行きやすいんですよね、うん、まあ、そういうなんかこの払い方、うん、例えばこれ横にしましただとちょっとあまりいかないですよ。でもこれ後ろの方から刈るようにすると刈りやすい。でこの刈りやすいこのイメージをしておくとやりやすいですね。うん、これあのパンチの入るときでも、うん、こう使える。それも使えますね。うん、はい。でこの時はその時はこう来た時にでパンチ来ましたで、ね、こっち行きますよね。あ、うん、今のこっち側に。こっち側に。うん、こっち側に。これはもうこう刈っちゃう。そう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 。このくの字にしてこれを、うん、セットにし。次に、うん、このこれを強くしよう、うん、入ってきた瞬間に合わせる、合わせた方がいいです、入ってきた、こういう感じ、うん、うん、この時にこうグッとします。でなおさら今、はい、こう来た瞬間にやるもっといいですよね、今みたいに、あ、うん、つく寸前ぐらいの前がいいですよね、いいですよね、これは使えそう、うん、OK、このタイミングを狙って、もうちょっと早い、もうちょっと早い方がいいですね。おー、よしよしよし、こっからはなんか、うん、
ここからもう崩しちゃってそこから見ればいいですよね。あ、見てこれでもいいしこれでもいいし、うん、その人のあれで下がり方は今みたいにもう、うん、もう引きながら、うん、うん、おお、すごいねこっちがびっくりするわすごいね、だからこれは相手にパンチだけのマスやろうっつって、はい、その時俺軽く軽けど気にしないでぐらいな感じにして普通にやっときながらこういう練習すればいいですよね。うん、これはすごい疲れる、うん、どんどんレベルアップしますすごい運動神経、実験台になってる頑張ります結構目立てますよプロで本当にブレイキングダウンがね、世界のなんか強いのがまたゴロつき来たら、はい、もう行っちゃってくださいそのためにちょっと練習頑張って、ね、はい、すごい。あ、じゃあ教えたやつを僕が実践的なので見てやりましょうかね、はい、うん、スパイになるとね、もし万が一僕の蹴りがたまたま入ったらブレイキングダウンで危ないですおさらいでちょっとやりましょうか、はい、お願いします。なので、まずは前蹴りからいきましょうか。前足で前蹴り、ドーン、いいですよね。オッケー、これキャッチしてくるよ。オッケー、よいしょ、早いね。オッケー、右の前蹴り、よいしょ、よいしょ、オッケー、よいしょ、オッケー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 、いいですね。そしたらスイッチ膝、うわー、強烈だね、これ。よいしょい、パンチも当たんないね。 OK、 さあジャブきます。それに対してカウンターのスイッチね。よいしょい、よいしょ、この動画見てる人もう戦いたくないですよそしたら今度僕が膝蹴ります。それをこの時にちょっと合わせる、ちょっと合わせる、そうそうそう、こんな、うん、もうや、うん、こんな感じで、うん、やめてよぐらいな感じで、そうそうそう、おーしよしよし、おーいけよ、 OK、 OK、 よいしょ、 OK、 いいですね。こっちもおーしよし、 OK、 ちょっとぶつけてきていいよ、うん、前に OK、 これは下に突き刺さるイメージ、おーしよしよし、 OK、 OK、 いいですね。やばいです。力にやばくなりました。あと前蹴りからスイッチの膝ありますか。例えば前蹴り蹴りました。これね、まあ、これ軽く蹴っとくんですよ。これ僕がノイリって、はい、K1 の、はい、彼がやった時によくやってたんですけど、前蹴りをチョンと出すと、はい、こんなもんかと思ってさらに前来るんですよ。その時にバーン決める、はい、うん。なのでちょっとチョンとやっときながら来たら、そうそうそう、そのままでいいです。うん、この時も払って、そうです、ドーン、きた、よいしょ、そうそう、うん、OK、 でこれで来ない可能性もあるんで、はい、来ない時は普通にこう見とく、うん、そのまま、そうですね、そうですね、そうですね、それで来る場合はあるよ。戻し、まだまだ戻して戻して、まだ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 落ち着きないからまだだよ、一回ここまで戻して軽い気にくるよ、待ってよ、はっこのこのタイミング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 、そう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 、おお、膝やっぱいいな、膝よくしたいねもうちょっと膝前入れよ、ちょっと押すよ、マジもうちょっとして、はい、あと5回いきます。ブンハッ、スピードバッチリ、ブンハッ、ナイスワイ、オッケー、ラスト、ブンハッ、ナイス、オッケー、ナイスファイト、あー、す素晴らしい、ありました、すごい、K1 マックス出たのがよかった、勉強になりました、すごい。飯田さんやっぱり短距離走も速いですか。短距離の方が得意です。ですよね。普通に 100m とか速いですね。遅くはないですね。ね、はい、そんな感じですよ。そういうの分かるんですか。分かります、分かります。この瞬発系と爆発力、格闘技です。
ブレーキングなら1分ルールですしね。1分だしね。スタミナいらないですから。バンバン取れなくて、うん。いや、すごい。ありがとうございました。今日は勉強になりました。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。ミット打ちありがとうございました。勉強になりました。ありがとうございました。ちょっとジム来させてもらったんで、うん、いろいろジムのこととか K1MAX で、うん、あのベルト取った時のこととかちょっとお話聞ければなと思って、うん、もうほとんど忘れましたけど、ここのコーヒー類巻き道場っていうのはいつから。ここはね、はい、去年の9月から。あ、去年の9月、はい、あ、じゃあまだ新しい。そうなんですよ、はい、まだちょうど1年経ってない。飯田さんジム持ってるんですか。あれは僕。そうですね。あ、飯田さんのジムで。はい。すごい。もう11年ぐらい。結構長くて。岐阜の方で。一宮ですね。愛知県一宮。愛知、はい、愛知の方でジムやって、はいはい、住まいは。あ、岐阜市です。あ、近いんですか。そうですね、車で15分ぐらいなので、うん、割と県境で分かりづらくて僕は出身だから結構シックにな感じで綺麗ですよね。そうなんですよ、あんまりガチャガチャしてるのが僕すごい嫌いで、はい、あ、じゃあ家の中とかでももうね、目に入るものは極力シンプルに。あ、そうですね、はい、すごい綺麗なジムかなと思って、ちょっと僕もじゃあいいですか。飯田さん、あのジムやってるって はい、なぜそのジムやり始めたんですか。僕は、ボクシングが出れなくなっちゃって無期限停止処分っていうのになって、はい、なんかあの朝倉くんのやつで。あ、そうですね、なんとなく分かるんですけど、はい、それで無期限停止処分になって、うん、で椅子蹴ったやつですか。あ、そうです。なんとなくお騒がせしました。しいろんなジムもあったんですけど、うん、ちょっと出れなくて。あ、いろんなジムに行ったけどもトレーニングできなくて。東京とかにも行ったんですけど、なかなか会うとこがなくて、それで、うん、まあ引き取ってくれるところもなかったんで、うん、結局もう自分でやっぱなんかしなきゃと思って、うん、教えるのも結構好きだったんで、うん、ちょっとジム開こうかなと思って、うん、ジム開きながらまた復活できるこう道があれば探そうと思ってやったんですけど、結局これなんかちょっと涙出そうになってきましたねなんかね、この苦労とかね考えるとこれはちょっと涙って書いててあー、そんな苦労があったんだ。 そうですね、はい、そっか、その当時は。そうですね、はい、で自分でジム作ったと。そうですね。ブレイキングダウン今、うん、解説に、はいはい、入りました。はい、コーヒー類巻きさんから見て、うん、ブレイキングダウンっていうのは、うん、はい、一戦でやってた選手から見てブレイキングダウンの1分間っていう戦いはどういう風に映ってるのかなというものが聞きたくて、うん、あ、この間ね、あの笹毛さんを、はい、こうね、光るチャンネルの笹毛さんの練習を2ヶ月見て、はい、あ、2ヶ月、はい、2ヶ月見てで1分間用のトレーニングを増して、はい、で結構ね、そのうちのプロ選手と混ざってやったりとか結構やったんですけど、はい、あの大会が終わって佐々木さんがちょっとね、あの判定破れてしまったんですけど、あれその後に全部見て1分間戦い方っていうのが分かりましたね、この間。はい、うん、1分間の戦い方っていうのは、うん、どういう感じの戦い方でこう練習されてるんですか。あの佐々木さんの練習は、はい、あのもううちの選手たちなんで、はい、3分3ラウンドぐらいの、はい、持てば1分間、はい、あのどんなに強いやつが来てもある程度の防御を踏まえて、はい、テクニック生かしてやれるかなと思ってやったんですけど、はい、あのもう1分間でもあの、ね、3分ってやっぱ違うんで、うん、何が違うかってリズムが違います。あ、もうガーン始まってガーン来るじゃないですか、はい、あれに対してガーって来るのに対してこっちももうね、スーパーカーのエンジンつけてガーン燃やしとかないと対応できない、うんうん、そこがやっぱすごい勉強になって。あ、うん、じゃあもし次、誰かをこう指導ってなったらもう1分間のタイマーでずっと練習していくという感じですか。あとは逆に30秒を結構5本やったりとか、はい、うん、そんなのも必要かなと思うんですね、うん、僕も練習で3分あんまやらなくて、うん、1分30秒か1分でいつも打ち合いの練習ばっかしてて、うんうん、やっぱ1分っていう時間が独特というか、倒しに行こうと思うと結構自分のアラも見えるし、うん、倒しに行こうとすればするほどもらう確率もやっぱ高くなっちゃうんで、うんうんうん、そこがすごいこう1分間の怖さかなというのがあるんですけど、うん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 、でもあれよくパンチね、ガツンガツン、あれ結構衝撃あったんじゃないですか。パンチ ありました ねあれで日健君との試合で両方拳やられちゃった、うん、やっぱやっちゃう、はい、やっちゃうね。パンチ力もあるし、パンチ力もあるし、相手もね首なんか太くてね来るから突進してくるからね、それでも交通事故ですよね、うん、もし、じゃあブレイキングダウン
自分が出るとしたら、うんうん、誰と戦いたいっていうのがありますか。あ、僕が出るとしたら、はい、飯田さんとはやりたくない誰でしょうかな、出るとしたら。現役の選手でも、今日引退された選手でも。あ、だからね、ピーターツが出るって言ったじゃないですか、はい、1分だったら可能性があるなと思ったんですよ。あ、はい、うん、ピーターもそんなね、スロースターターつらいんですけど、はい、いきなりガーってくるタイプじゃないと思うんで、うん、見てみたいね、そう。だからもう毎日ね、あの普通にこうしてると、いつもピーターツはどうしようどうしようっていつもイメージしたんですよ。あ、うん、ピーターツと小泉真希さんが五号かな、戦うことだったら、ね、マックスとね、ヘビー級と戦うことなかったんですけど、うん、この1分間のルールだったらありかなっていうね、うん、今体重何キロ。僕はね、70キロですキロです。あ、90キロ。あ、結構増えましたね。いや、この間ね、北村さんっていうボディービルダーがいるんですけど、はいはい、色黒くて、あのノッコンさんとかとよくやってる方なんですけど、その方と回転寿司何皿食えるか勝負しようって、うん、勝負したんですよ。で、結構食べたんですけど、うん、あのその後体重測ったら94キロでしたね。94、過去をマックスいきました、ね、ここでマックスで使うの今もちろん94キロで1分間っていうのは動けますか。1分間、1分間だったらね、相手によっては、相手によっては、僕の年齢分かりますか。40、うん、もう大事ですよ、調べてきてるはずですから405歳です。正解。あ、正解ですか。正解正解。今年45ですから。あ、危なかった。あ、今年45。45なんですよ。で、ピーターもっと50、もう僕の10個ぐらいがなのかな。だからもうね、50超えて。あれ、ピーターアーツはまだ現役、もう引退され。引退はしてるはずなんで、はい、します。あ、引退、うん、引退してる。でもね、あの練習を結構してるらしいですよ。あ、そうですか。うん、じゃあもしかしたら本当にブレーキングダウンに出る可能性はあるかもしれない。ね、そんなことで、ね、うん、でも僕とピーターがこう試合しても、はい、メインは飯田さんじゃないですか。でもまあ顔になれるようには頑張りたいですね。本当に僕ね、実際本当にあの解説者に行っていろいろ見てたって、いろんなこうキャラがいっぱいある中で飯田さんが出てきた時にこれ本当になんかね、あの雰囲気あるなと思いましたよ。そうですか。本当に雰囲気あってね、試合になるとこう騒ぐやつがいたり、逆にビクビクするやつがいたり、ね、いろんなやついるけど、なんかこうね、ドスンとしてて、さあかかってこいっていう風貌がね、飯田さんあったんで。でもなんか勝敗予想で、うん、あれ、日健くん勝つ。いやー、それはね、誰かに言われたんですよね。人のせいでした。いや、日健くんでもね、はい、強いじゃないですか。あ、強いです。今までね、結構突進力とあのね、はい、なんか打たれ強さがこうね、強いんで、やっぱなかなかこうあそこまで回転力を上げて打ち合える選手っていうのは、うん、ブレーキングダウンでも少ないと思うので、うん、はい、それは全然警戒してましたね。あの実験をね、ものの見事にね、破壊したんで拳も破壊されてじゃあ次、あの現役の時の話をちょっと伺いたいんですけど、現役選手で、あの前大和選手と対談した時もちょっと聞かせてもらったんですけど、うんうん、一番強かった選手っていうのをちょっと聞きたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、一番って指すとやっぱり僕はやりづらいのがブアカオですね、まあ、正直話すと、3回やっても3回勝てないかもしれないと思いましたね。ああ、そうですか、うん、ブアカオの特に何がこうやりづらいっていうのがあるんですか。膝蹴り、あ、膝蹴り、うん、あとはこのこっから入ったらお前膝飛んでくぞっていう雰囲気があるんで、はい、あ、うん、でパンチで打ち合おうと思ってもパンチいったとしても無理やり組みついてくる。あ、はい、うん、あれ、 K1 マックスは首相撲はあり、ね、なかったんですよ。あ、なかった。1回もダメだったんですよ。で、僕はどっちかって言ったら首相撲の選手だったんで、あ、はい、うん、一瞬首掴んでやるのが得意だったんですけど、はい、あのもう禁止されて。あ、うん、そうですか、うん、そうそう、ほら、マサトと僕がやった時にもう首で全倒したんですよ、はいはい、マサト。でそれやられるとね、マサトも嫌だし、小指前組みつくとなんかこう見栄えが悪いっていうのもあって、あ、はい、組み付きダメだって言われて、あ、うん、首がないだけで全然戦い方とか全然違います。そうですよね、うんうん、でもね、2004年僕と戦った時ね、ブアカをガンガン組んできたんですよあれおかしいなあれそれはルール的にはダメだとはダメだったんですか。あのね、ルール的にはもう終わっちゃったことだから、はい、うん、もうそれで終わりっていう
あのルールででも言ったら、ブアカオに勝てるは絶対ないです。あ、そうですか。途中からまあ変わってブアカオ絶対組むなとか、前蹴りもねなんか禁止になったっていう話もちょっと聞いたりとか。あ、そうですか。もうそれは強すぎ すぎてあのルールですね、なんか聞きたいこと大丈夫ですか。ちょっとブレイキングダウンの話戻るんですけど、ケン君と井田さんの試合が決まった時って、その試合前の印象、その見る前の印象と、試合終わってからの印象っていうか、どういうふうに思われる。やっぱねこう不思議とリングの上というか、まあ、あの上がった時にそのスター性が見えるんですよ。この子はスターになるなとか、こうなんか醸し出してる雰囲気、オーラがやっぱあるんですけど、一番ね井田さんがありましたね。で実際に試合が始まって、あの固い拳でね日系君を倒していった、でしっかりと見ながらねあのやっていったっていうのは、やっぱり実力が本当にないとできないことなんで、あもうあのなんだろう、言うことなかったですね。これは今後もブレイクダウンは絶対に井田さんをスターにするんだなって感じしましたね。あります。ねえ、あの俺とやれとかっていないですか。たまにいます、ね。たまにいますね。言うだけなんだからね。では今日はありがとうございました。どうもありがとうございました。まだ、この続きはコーヒー類巻きチャンネルの方でもうちょっと対談させてもらうので、よろしくお願いします。お願いします。